取締役最高顧問。静岡県田形郡にら山町出身。静岡県立にら山高等学校卒業。高校3年生の時に、義系から譲り受けた大衆食堂、大御達を経営。1960年、東京都調布市に給食事業を運営する富士食品工業を設立し、社長に就任。従来の定食から、 カフェテリア方式にしたことで急成長を遂げた。集団給食を主体とした、フードサービス事業とレストランカラオケ事業で、業界トップクラス。1997年、社長を、長男、金一に譲っている。2012年6月、代表取締役会長から、取締役最高顧問となる。1993年に報、ランジュ法省。 2006年には朝日、重光明を受賞。教育に関しては特に熱心であり、本社に志田学園調理師学校を併設したり、志田企業塾では中高年層に対して企業について自ら熱弁を振るった。大学は出ていないが、2007年には多くの元プロスポーツ選手や企業家などが履修生として、 名を連ねる早稲田大学スポーツ科学学術院、平田武雄研究室の社会人、修士一年生の卒業生となった。また、無類の野球好きで知られる。高校球児であったが、多発性関節炎を患い、野球を断念した。その後、実業家として軌道に乗ってから自社に、シダックス野球部を創設し総監督に就任。2003年から2005年には、 友人の野村克也が GM 県監督として指揮を取り注目を集めた。現在でも日本中学生野球連盟の会長を務めるなど野球を通じた健全な青少年の育成に尽力している。大使とは常に頂上を目指すという大きな志のことであり、少年期のプロ野球で日本一の夢は途絶えたが、日本一の実業家、創業後は 業界ナンバーワンという目標を掲げて、達成してきた。敵面の今とは、その都度、志の達成に向けて、今現在最も大切なこと一点を見極め、全身全霊を込めて集中する、という意味である。カフェテリア方式導入に集中した時には社名を、キャフトフードサービスに変えるという、社名変更も厭わない大胆な戦略を取ったことがある。 シダックスのシャゼ。お得意先からクレームのついた店長が心を入れ替えて必死に努力した結果大きな成果に結びついた。新聞記事にある小学校の校長先生が毎朝おはようと挨拶したところ3ヶ月後には全員が答えるようになったとの事例を知りシャゼとした。アメリカの給食業界を視察した時 シカゴの給食会社、ビッグフード社のマーチニエイチ・ケネリー副社長から、出会った仕事が転職という言葉を聞いて、人生観が変わった。給食業を意義のある仕事とに認識し、日本一への具体的な目標を意識できた。伝説的な、相場市から実業家に転身していた、佐藤麻三郎からビジネスの勉強をしていたとき、 観光地の開発企画書を3日で作れと言われ、3日では無理と答えたが、佐藤からは、1日にどれだけ仕事をしているのかと聞かれ、他人の場合は働いていると返事をし、叱咤された時にかけられた言葉。人間の能力には差はなく、努力と集中力が大きく左右すること、1日24時間の限られた時間をいかに充実させるかが成功に結びつくことを痛感した。 国道1号線沿いの食堂。当時、頻繁に東京へ物資を運ぶ、トラック運転手を相手に昼夜を問わず回転していた。社会人修士課程1年生卒業生の、プロフィールと研究課題はせだ。大学スポーツ科学学術院、第2期生2007年度卒業江戸時代中期の、瞑想、白院禅寺の死である、少女老人の言葉。弓で矢を射る瞬間。 雑念を振り払い、的の一点だけに、全神経を集中する様。獅子分六の小説、大番の主人公、牛ちゃんのモデルと言われている。ありがとうございます。